81飛行演技隊の変態飛行81飛行表演隊は中国人民解放軍空軍所属の極技飛行隊。主要任務は外国の洋人護衛と展示飛行。名称の81は中国人民解放軍の県軍記念日である8月1日から来ている。英語ではオーガストファーストエリバティックチームと表記される。日本語文献では翻訳を加え、 81飛行演技隊とも表記される。1961年、インドネシアのスカルの大統領が訪中した際に、エスコートチームとして編成され、翌1962年1月25日に、正式に成立した。成立時の名称は、森渡る表、演大隊であったが、1987年に、現在の正式名称である、81飛行表、 延体に変更された。比較的歴史があるにもかかわらず、当初は主に国外の要人に対する展示飛行や、建国数十周年を祝う軍事パレードでのパフォーマンスなど、一般にはあまり露出しない特殊なアクロバットチームであった。現在は、主海航空省をはじめとする航空省でもパフォーマンスを行っており、一般人でも頻繁にパフォーマンスを見ることができるようになった。 現役の戦闘機、またはその回収系を使用していることが特徴で、数少ない超音速戦闘機を使用するアクロバットチームである。2009年に中国空軍県軍60周年に合わせて機体を J-10 に変更したことで2013年時点では世界で最も実用化が新しい機体を使用しているチームとなった。 スモーク発生装置は機体に内蔵せずよくかのパイロンにつるスポットタイプを使用している。現在は天津郊外の洋村基地をベースとし、6機編成の飛行を中心に4機編成や短期のパフォーマンスも行われている。カラーリングは濃性をベースに白、赤、灰のラインが入るシンプルなパターンである。 表演隊初の女性パイロットとして予極大以上を飛行中隊長に起用していたが、2016年11月12日に、河北小東山上空での訓練中に、事故死した。J-5,962 年から1974年、J-6,974 年から1980年、JJ-5,980 年から1995年。 J-7EB1995 年から2005年、J-7GB2005 年から2009年、J、J-12009 年。ありがとうございます。